かトレーニングないよとか、おお、価格面とか、本当にシビアで、結構シビア、そこまで来るんですか。なんかパチンコやってます。メインは指導者の方にちょっとシフトしていきたいなと思っていて、彼を巻き込んで、まあ、自分がやってることはこういうことをしたいんだと。なんか多分今も J リーガーとかセカンドキャリアを考え始めると、うん、なんかチームの中で浮いちゃうみたいなのがあると思う、うんうん、でも一方で、はみ出なんか終わったら孤独でどうしていいか分かんないってあると思うんですけど、うんうん、この辺のセカンドキャリアってそもそもどうしたらいいと思いますかっていうことを、なんかボカーンと投げていいですか。でもまあ選手になった時点でもう一生できないっていうのはやっぱり分かってるんで、うん、要は引退が来るわけじゃないですか、はい、そうするとセカンドキャリアどうしようかなって漠然とみんな持ってると思うんですよ、うん、ただサッカーに関わり続けたい人がもうほぼほぼだと僕は思ってるんですね。だからそのチームのコーチか自分でスクール立ち上げるか、まあ、そのあたりが結構多いんですけど、うん、僕の場合はそういったことで一回ちょっと社会を出て一般社会を経験して、それを J リーグとかクラブに還元していきたい、いつかはその外の会社でスポンサーしたいっていう思いが、まあ、それが30歳ぐらいですかね。でも本当今の現役の選手でも自分で現役しながらスクール立ち上げたり、うん、まあ、裏でだって宇賀神選手とか結構やってたのかなと思って、そういう人も増えてきてるんで、うん、社会貢献含めてその自分のブランディングを選手の時からしていかないと、うん、ゴールデンタイムが終わった時にいざ終わった瞬間にみんな離れちゃうんで、あ、結構シビアだなと思う。そうですよね。でもなんかこうある程度 J1 の一流まで行くとネームバリューがあってファンがいてスクールして成功するっていう一つのモデルだと思うんですけど、でもそれって多分 J リーガーのうちの 5% とかじゃないですか、うんうん、95% ぐらいの J リーガーの方々ってしかもこう25ぐらいで、うん、もうキャリアが終わっちゃうみたいな、この人たちはどうしたんですかね。ただその 5% の人がやってるサッカースクールも全部がうまくいってるわけじゃないんですよ。あ、やっぱ今って親御さんたちがそのネームバリューだけで見ないんで、うん、しっかりトレーニング内容とか、その価格面とか、本当にシビアで、結構そこまで見てくるんですよ。だから我々は保護者立場で言うと、このスクールはこの選手の名前だけでいいんかいみたいな、あ、結構見ちゃうんで、そうするとやっぱりしっかり内容があるサッカースクールなのかとか一つと、残りの 95% の人はやっぱりネームがないんで、僕なんかもそうだったんで、うん、日本代表とかも行ってないですし、そう考えるとやっぱ現役中にサッカー選手田村直也のファンじゃなくて、田村直也のファンを作れるかっていうところがすごい大事だと思います。なるほど、はい、人間としてのクラブとしてのスポンサーの企業様と選手のだからぶつかるというか、その辺ってクラブ側の理解ってあるもんなんですか。だからそれこそ内容次第ですよね。やりたいその選手がやろうとしてるものに対してイメージ性がいいものだったら応援してくれますし、なるほど、僕はベガルタさんにもベルディさんにも協力してもらって、うん、公演ついてもらってイベントを開催して、うん、例えばそこに物品出してもらったりとか、うん、選手に協力してもらったりするのもすごくスムーズにできたんで、うん、やろうとしてる活動の内容にもよると思うし、もっと言うとそのイベントもヴェルディのスポンサーさんもやっぱり巻き込んでやった。で僕が逆にできたのはそのスポンサーたちさんたちに自主的に挨拶回りして来年もお願いしますみたいなことするとクラブ側にもメリットがあるのかなって思います。ちょっと現役中の話に戻りますけど、選手って、まあ、の体のケアとかもあるとは思うんですけど、うん、でもシーズン始まるとある程度多分平日って、うん、トレーニング以外の時間って結構空いてると思うんですね。2時間のトレーニングで、まあ、前後1時間とっても4時間として、うん、空いてる時間って皆さん何してる？パチンコやってます。パチンコやってる人います。ああ、そうなんですね。結構多いですか？多かったです、当時はね。はい、あとはやっぱりまあこれは体のリフレッシュも含めてゴルフ行ったりとかあ、はい、もありますね。例えば練習が午前で終わったり午後ハーフ行ったりとかっていうのもありますし、まあ、基本的に体を休めるとか、うん、あとは練習終わって個人でトレーナーつけて、うん、まあ、午後練習するみたいな人もいますし、そうなんですね、結構さまざまですけど、うん、時間はやっぱたっぷりあるんで、ありますね。うちの場合はやっぱり奥さんに対する時間がめちゃくちゃ使ってたっていう感じでいいですか。はい、結構そのストイックにプロってこうやるってい う, こうなんかイメージが僕らはあるんですけど、でもさっきパチンコ行ってるってちょっといいよく、まあ、悪くもこう適当な人というか、ある一定いる中でこの人チャラくて適当なのに活躍なんですしてるんだって言えばいるんですか。あ、いますね、いますし、そういう人ってやっぱりそのさっきまでギャップとかオンオフのスイッチが本当にうまい人
だから本当にずっと高い意識で続けていくとやっぱりこう続かなくなっちゃう人が、まあ、堕落しちゃうみたいなイメージあるんで、このやっぱりスイッチをしっかり持ってる人が本当にうまいなと思いますし、それが本当トップ選手の必要要素かなって気がします。 ある意味意識的にオフを作るみたいな、うん、あそうですそうです、ね、本当その方が本当家では何もしないよみたいな人がピッチではもう誰よりも走るみたいな人が結構多いんで、それが実際その時間に何してるのかは別にしてスイッチの切り替えがある人は本当に残ってるイメージです。その結果が出ればってとこですもんね。そうですね、ある意味こう、はい、それを早い段階で正解を見つけられるかっていうところがめっちゃ大事だと思います。プロ選手としてもうサッカーにもう人生かけて、もう小中高ともうサッカーサッカーでずっと来て、もう熱中できるものがサッカーじゃないですか。でも引退した後にこうなんか抜け殻っぽくポカーンとこうなくなって、そこのこうモチベーションを大の人生をどういうふうに保って皆さん捉えてるんですか。なるほど、多分多くの方のイメージが、現役を辞めた時に選手は終わるけども、もう多分年収とかそれも下がるっていうイメージを持たれてると思う、はい、まあ、多分それは正解なんですけど、はい、僕はまあそれはすごく嫌だったので、最後選手の最後の年は複数年契約結んでて、でそれの真ん中で僕自分で言ったんです、引退させてくださいって言って、そうすると残りの年俸分はその違う自分の新しい仕事で稼がなきゃいけないっていうモチベーションだったんですね。 ある意味そこでうまく自分を追い込めた、コミットしたんですね、切らさずに自分のメンタルを。それがこの仙台での今の生活につながっていて、でそう思うとやっぱり人生そのセカンドキャリアってみんなおっしゃるんですけど、僕もそれ思うんですけど、ある意味僕はワンキャリアだと思ってて、選手時代に辞めてピークはやっぱこの自分の本当の自分が死ぬ時に持ってきたいんで、この自分のサッカー選手としてのファーストキャリアはこのままつながっていきたいなって思いで今もやってます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすごい、もうスーって思います。いや素晴らしいですね。いや素晴らしいです。みんなこう切って区切りにしないで、僕はある意味そこぼかしてます、自分の中では。でもなんで、すみません語弊があったんですけど、なんかやっぱサッカーしかしてこなかったっていうのって よくも悪くだと思うんですね。世の中知らずにというか、サッカーやってれば中学校、高校、まあユース上がりましたとか、まあ周りからもチヤホヤされて、そのまま J リーグ行って、J リーグで活躍して十何年やって、年俸何千万ボーンって、そうするとなんていうんですか、ちょっと勘違いしちゃう方もいて、世の中知らないけど、なんか人気だけ出ちゃって、で、いろんな力が育ってない、じゃあセカンドキャリアやるって言われて、全く分かりませんっていうケースが多いと思うんですけど、田村さん、なんでその外に目が向けれたの。確かに。そうですね、僕の場合はその、例えば大学まで同級生みんないて、プロになれたのその中で2人だけだったんですよ、同い年で。そうすると、まあ、僕とそのもう一人山形に行った園田君と僕で、でもある程度サッカー頑張ってるんだけど、みんな最初スタートってこう新卒って低いんだけど、同世代になってくると今上がってるじゃないですか。僕そのモチベーションすごくあって、なるほど。でその人たちにやっぱり、まあ、仲間だけど負けたくないっていうので、選手も頑張るけど、その引退した後も絶対こう負けたくないなみたいな、その思いでやれたから、早いところで、セカンドキャリアっていうか自分の今後を考えると思うし、で今のモチベーションはサッカー引退した人が、まあ、僕みたいな人間が知名度もなくてだけど辞めても輝いてるよねっていう人をどのぐらい増やせるかで、サッカー界に入っていきたいっていう子供とかその親御さんに対しても心配なく、あこの人引退してもこういうふうになれるんだから、じゃあサッカー界とかスポーツ界に入ってもいいよねっていう人を増やしたいなっていうモチベーションで自分の仕事頑張りたいなと思ってます。実際引退されてから仕事は一社目はどういったそのキャリアというか。そう、引退してすぐヴェルディから仙台に戻ってきて、はい、LSC っていう、建設の解体の機関事業とする会社で営業職をやっていて、はい、まあ、お客さんは建設会社さんと不動産さんとか、まあ、そういった方がメインになっていて、はい、まあ、今3年ようやくそこで経過したっていう感じですね、はいはい、車の方も深掘った方がいいですか。そうですね、全然なんかありますよ。で今年からはまあそういうのベースを変えて、はい、まあ、車の営業をしながら、まあ、メインは指導者の方にちょっとシフトしていきたいなと思っていて、まあ、岩沼に大久保剛志っていう選手、出身の選手が今後やろうとしている、まあ、勇気フットボールアカデミーというところの、はい、まあ、アドバイザーをするんですけど、そういった意味で、まあ、自分が今までやってきた仕事から変えて、まあ、ちょっと自由に、指導者の方にちょっとシフトしていきたいなと思っています、はい、
それは前の職 LSC さんにいた時から数年後はちょっと指導者にも入っていこうかなって描いておいたんですか。そうです。基本的にはまあ引退する時からまあいつかはこう戻り方っていうのをずっと考えてはいて、まあそれがこのタイミングになったっていう形で、だから指導者ライセンスなんかも今後更新してもっとこうアップデートしていって、まあいつかそういうサッカー界にまあもう少し入って戻ってきたなっていうのがあります。田村さんのお話を聞くと、そのもともと一回外の世界にいて、でも指導者の道もこうまた別な角度から戻っていこうという話がありましたけど、一方でアスリートの人に例えばサッカーをやってきたら、もう自分にはサッカーしかない、しかないんだとか、野球しかないんだ、ここまでしかないんだっていろいろあると思うんですけど、こうなってるこう方々に向かってもうちょっとこう考えたらいいんだけどとか、選手の時にその残り5年、30から35までの間に、例えば自分が選手を 100% でやるのはこれ当たり前だと思ってて、でプラス残りの自分のやりたいことがまあ30とかでもいいと思うんですよ。それが50-50になっちゃったら本末転倒だと思うんですけど、プラスアルファのその30が自分の負担にならなかったら絶対やった方がいいと思ってるんですよ。特に僕の場合はキャラがそういうチームのために頑張れる人みたいなあったんで応援してくれたってことを考えると、選手としてのキャラクターももっと作っていった方がいいと思います。はい、選手じゃキャラクターを作る。そうです。この選手は他のことやっても絶対真剣にやる人だよねみたいな、そういうキャラをプレーで見せたりとか、まあ、練習態度もそうだし、例えば試合後の負けた試合で、まあ、シュンってなるんじゃなくて、自分が一番前に列の前に出てってその対応する人とか、本当細かいんですけど、見てる人は見てるんで、そういう一つ一つのことをやっていくと、まあ、タムがやるんだったら応援しようかなみたいな、現役中だけどみたいなに繋がるんじゃないかなってすごい思います。僕は運が良かったのは、ヴェルディの当時のサポーター、リーダーがいたんですよ。リーダーが僕のサポーターだったんです、たまたま。で、彼を巻き込んで、まあ、自分がやってることはこういうことをしたいんだと、応援してくれないかみたいなことを最初に言って、その代わり試合はちゃんとやるからみたいな、として彼が伝播していってくれたっていう。なるほど。キャラクターと、その、真摯にやってるってことを伝えることかなと。セカンドキャリアチャンネルはあのスポーツ業界に特化をして、アスリートの皆さん、元アスリート、あとは関連する企業様にフォーカスをしていろいろ話を聞いていく番組です。このチャンネルがいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。